ございます。緊急事態宣言明け初カヤックフィッシング、もう桜が咲いてますよ。1月から3月下旬までずっと緊急事態宣言でカヤックフィッシング、個人的なカヤックフィッシングしてなかったんで、久しぶりの復帰戦になります。気がつけばもう桜、あのパドリングのトレーニングはちょっとねちょいちょいやってたんですけど、カヤックフィッシング、プライベートなカヤックフィッシングはまさに3ヶ月以上ぶりぐらいですね。いやーこれはいいわ。あーいいねー、早くもうカヤックお花見状態最高で、出廷したらいきなり桜、いやー最高ですね。綺麗、めっちゃ綺麗です。おー綺麗。さあ行きましょうか。6m、ベイト映らない。ちょっとまだ水が冷たいんだろうな。4日ぐらい前に大雨が降って川から結構流入してるはずなんですよね、川の水が。なかなか厳しそうな反応です。数日前の雨の大雨が降ったんでその影響出ちゃってますね。まだこの辺に川の水から出てきたゴミがいっぱい浮いてます。かなり真水が入っちゃってるんですよね。なのでベイトが全然映らない。なのでちょっとこれ綺麗な水のとこ探しに行った方が良さそうです。今日は回遊魚系は厳しいかもしれないですね。根魚狙うしかないかも。さあ今日はどういう感じで行こうか。ちょっとこの反応だとしゃくるより巻いた方が良さそうですね。今日はね片地クリールを使います。ダイはバイキング、ベイトもベイト上向きもスペイング下向きも片軸リール、かなりしょぼい反応なんで朝一からマイクロジグで打っていきましょう。 GJ タラッサリアテールフックバージョンの方でいこうかなと。この片軸リールが今日主役になってきます。今年使おうかなと思っているバイキングリール、ポールが非常に速いんで小さいマイクロジグの SLJ にいいんじゃないかなということでね、今年から導入していきます。クラッチ付きのダイレクトリールみたいな感じなんですよ。ですね、これはなんとドラグがないんです。このリールはこのねフリースプール性能、これやばいです。油断するとバックラッシュするぐらい回ります。ベアリングも入ってないのになぜかすげえ回るという。これで今水深 50m ですけど1オンスのジグもボトムに着底も取れるし、取りやすいし、風がなければいち早く押していくし、ただドラグがないんでとにかく魚がかかったらファイトは手動です。ドラグを使うまでもない、指ドラグを使うまでもないから、糸よりちゃん、これはまあまあ痛い。おー指ドラグ、くわー強烈、楽しいぞこれ。これマダイじゃないな、肩のでかいやつか。
肩のでかいやつだな。マダイかなと思ったけど近かったね。はたかないね。これでかいよ。でもいいサイズよ。よし、巻き上げパワーあるよこれ。バイキングリール巻き上げパワーありますよ。肩のでかいやつがかかったね、タラスさんに。おおおお、すごい、ホウキハタだ。いいサイズ、ホウキハタ。これ僕らで取っちゃおうか。あ、いいサイズだ、ホウキハタ。取ったぞ、ホウキハタ。いいサイズ。よいしょ。写真撮ったよ。ホウキハタのいいサイズ上がりました。ルアーはタラッサです。いいサイズよ、タラッサ。そしてバイキングリール楽しかった。いいね、このロットも RGM スペック4のバーティカルティップの方。これバットが強いんで、なんかもう余裕のファイト、余裕のファイト。縦パドリングでかなり風に流されるんで、最低立て直しながらファイトしていきます。リールのパワーめちゃくちゃあるよ。ギアがいいんだろうな。ゆっくり行こう。おー、いいよいいよ。大きだ、またズレだから重いんだ。さっきと同じぐらいかサイズは。よし、ほうき2本目。さっきよりちょっとちっちゃいかも。ズレでした。やりました、ほうき旗2本目。ドラグが出ない。これは根魚だな。またこのプロットはマジでパワーがあるな。全然負けないよ。さっきほどの重量感がないな。でもまたホウキちゃんなのか、ホウキ祭りなのか。またほうきでよ、すごいな。やっぱりほうきだった。ほうきマンションだな。またしてもほうき旗。この子はさっきよりちっちゃい。なんとほうき旗3本目。すごい、ね、
産卵なのかね。そんなに腹パンでもないけど、やりました。逃がしたいんだけどね、浮き袋が開いちゃってるんで、ちゃんと美味しく食べたいと思います。まだお昼になってませんが、ホエールジュニア君の保育園のお迎えがありますので、この辺りで上がりましょう。今日はカヤックフィッシング復帰戦で大きい旗3本十分かな。あと糸寄り、糸寄りはこれから昼飯で食います。3月25日、気持ちいいですね。岸際すっごい透明度高いんだけど、沖は濁ってたな。今日は朝練ですが、カヤックフィッシング復帰戦で、まあまあ釣れたんで良かったと思います。これからメスティンで糸寄りを調理して食いましょう。調理というほどのものではないが、今日の釣果はホウキハタがなぜか連発、43、39、35、いいサイズですよ。結構美味しそうです。これは美味しそうです。そして糸寄りが2匹。この糸寄りは今から昼飯にします。さあ、とりあえず今ですね、糸寄りの内臓とエラを取って鱗をバリバリと適当に剥がしました。ただこれだけです。今から糸寄りラーメン作っていきます。今日釣れた糸寄りをただ塩ラーメンに入れるだけ。ベースは塩ラーメン。ちなみにここは有料のスペースになってまして、バーベキュー、キャンプ OK という場所です。早くゴーゴーまないと忍びのこの標準コンソールにピタッとくるっていう、早くゴーゴーで作りました。いい感じ。これがあると本当楽。かなり豪快ですが、糸寄りぶち込みました。こいつが煮えたら一回この蓋に取って、その後塩ラーメンを作ります。いい感じ、いい匂い、めっちゃいい匂い。完成しました。ラージメスティン糸寄り塩ラーメン。これ絶対うまい。できましたね。うまー。糸寄りちゃん食べてみます。糸寄りちゃん、めっちゃうまい、めっちゃうまい。糸寄り塩ラーメン一応完食しましたが、大失敗でしたね。最初は美味しかったんですけど、食べ進むにつれて身がほぐれてきて、糸寄りの小骨が麺に絡みついて口の中に入りまくるっていう、せめて3杯におろすべきでした。味自体はうまかったです。骨が。あとはゴミちゃんと片付けて帰ります。